うした急に。急にじゃない、もっと前から考えてた。大丈夫。俺はユタか。ユタでいいよ。ずいぶんユタについてきたわね。どういう意味ですか。こうあるべきだとか、こうじゃなきゃいけないなんてことはない。俺とのことがそんなに恥ずかしいか。違うよ。でも娘に何て言ったらいいか。それがなんだよ。俺は俺だろ。オスとかメスとか、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クエスチョニング、そんなレッテル関係ない。人が人間らしくいる場所。豊かは俺の元に返してくれ。お前に俺のことなんか分かんねえ。分かってたことだけどさ、もともと住む世界が違うのかなって。それが自然よ。自然でいいんだよ。人には知恵がある。不可能を可能にすることも、個性の壁を乗り越えることもきっとできる。今だけそれにかけてもらうから。